うわーパッチノート14.12すげえすべての道は彼に通ずるフェイカー選手、ホールオブレジェンドへようこそすべての道は彼に通ずる誰もが認めるゴーテスト !Greatest of all time! 史上最高の選手が殿堂入りし、不滅の存在となります。フェイカー選手、ホールオブレジェンドへようこそ ナーフ、アカリ、アクシャン、アッシュ、ブリッツ、マスタイ、e、レクサイ、スカーナー、トリナミア、トゥイステッド・フェイト。バフはエズリアル・カルマ。エズカルママジでセットだな。ナフィーリ、ニーラ、タロン、ブラッド、ヨーネ、ユーミ,ユーミエイトロックス、後期、調整。そして、システム。あとは、ニュー。アーリスキーン。もちろん、購入しました。 もう3時に買いましたよ。いいねーこっちはまあ5000円の進化しないやつだけどマジでいいわ。そして中東サーバー開始 <laughs> サウジカップの前にサーバー開いてあげて。h r o x k レベルアップごとの体力自動回復量が減る。物理防御は上がる。 E の体力回復量18から24、16から増加体力の0.9、脅威ビルド行くなってことだね。ワールドエンダー中に、E の体力回復量が20から36%に増加しなくなりました。そんな回復するようになってたんだ。オッケー体力回復効果増加量25から45,50から100。売ると中だけめっちゃ回復するってことか。ウルと、ウルト中やべえな。What the fuck?2 倍じゃん。 2倍以上じゃん。ビルドもファイター向けの HP を買うように仕向けられてるし。これで勝率どうなってんだろう。明るい。E のダメージ、合計ダメージ100、450。これマジダメージたっけんだよな、修理券。これが70から350。合計の AD の85%だったの100%。AP レーシュは10%下がる。ナーフだね。 アクション。10165、1550。パッシブ、ナフ。ヒーロースイング。一発ごとのダメージ2585、1575。で、AD レーシアも下がってると。こいつもソロ級限定だけどクソ強いもんな。連戦。アッシュ。スロー効果を与えた対象へのダメージ120%から115%。アッシュ強いらしいですね。で、ブリッツ。体力50減って。固有スキル、マナバリア、効果時間が4秒から10秒に。 10秒って長えな。ま、あでも4秒あれば足りてたとは思うけどね、基本。50ナーフはでかいね。コーキー、基礎 AD55 から52へ !J ス以下じゃん。レベルアップごとのアタックスピードは上がる。9のダメージ7250、7270。マルクのレーションは上がった。9から7、8から6。ガトリングガン、100、300、100、280。 12,24,12,20。敵のレジスタンスを下げる。でコスト50,70,50,90。言い上げが気に食わないのかな急上げしろってことかね。エズリアルレベルアップごとの AD アップ。Q20,120,20,120。AD レーション10%アップ。アルテ i m a t バラージ325,675。 350、750。わお。カルマ。80、260、80、280。移動速度増加効果時間。1.5から2。これ9をいじったからバカみたいに強くなったけど、シールドの方を爆してんだね。0.5でかいよね。で、これは何マントラ E かな ?50、170、50、200。ん シールド面のバフです。マスターイ、e、なんかこいつめっちゃ強いってマザーさんが言ってた。マザーさん情報強いらしい。モンスターへの追加ダメージ75、175、65が165。W の初期ダメージ軽減率90%から70%。は ?90% も軽減してたの初期って何最初一瞬クールダウン9から10。ナフィーリ。こいつはね。 ちょびっと俺もやったけど、つまらん。ワンパターンすぎる、マジで。ステータスが敵より上回ってたら、敵倒して、9、まあ、当てるだけ突っ込んで殺せるか殺せないか死ぬだけか、みたいな。マジでつまらん。シンプルアサシン。なんか犬っろの理由はあんまないしな。ペットについてる。そこら辺もうちょっとね、ユニークな感じでやってほしいんだけど。何これ。6、30、12、32。 ここパッシブバ,バフだね。犬コロバフ。9のダーキンだが、とどめをさせる体力のなんとかちミニオンおよび中型、大型モンスターに対して30から70。だったのが、ミニオンおよびエピック以外のモンスターに対して30から70。中型、大型モンスターに対して、エピック以外のモンスター。何が違うんだこれ。 中型って何中型ってビッグのラプターのでかいだけみたいな。ちっこいのとかではダメージが少なかったってことこれ。ちっちゃいウォルフとか。てか何、何ナフィールをジャングラーにしようとしてんのかねこの調整は。体力回復効果を得られる出血状態の対象。チャンピオンのみ。チャンピオンと大型エピックモンスター。あー、だよね。こいつジャングラーに送ろうとしてるぞ。レーンでダメだったから。117、9から7。 うん。リリース時、ナフィーリは簡単に習得できるミッドレンアサシンとなることを想定していました。当初から、プレイヤーは彼女を、ジャン、彼女女なのジャングルでプレイしようと試みていましたが、そこでは致命的に弱い状態にあります。今後もナフィーリのメインロールはミッドレーンにするつもりなので、その役割の彼女に強化を行ってますが、このパッチの主な目標は、今年初めのオラフやサイラスへの 調整と同様、ナフィーリジャングルをプレイ可能にするものとすることです。いねいけどな、オラフもサイラスもジャングルで。試合序盤の群れの同歩のダメージと Q のクールダウンの強化。えー、ニーラ。バフですか。レックサイ。AS ナーフ。W の打ち上げダメージナーフ。スカーナー消してくれ。あまりにもバカ。HP40 ナーフ。レベルアップごとは若干。 時間上がるけどパッシブ振動なんでこれ対象の最大体力の7から10%のダメージだったのがこれが5から11足りなくね壁越えるのやめろよ急ナーフしろよいやマジ今日 LCK 見てて、ま、マジで不快だったわスカーナーゲーミングだったくだらんカサンテがなんかバランス取れてるように見えるタロン 9の栄掃時間が攻撃速度に応じて変化するように。W、ジャングルへのダメージ補正が下がった。往復ダメージは増えた。ジャングルタロンなんかキモいもんな。トリンドミア、10から30基礎 AD が上がってたのが、まあ、増加 AD が上がってたのが5から25。1ポイントで 10AD 上がるのマジでバカだったからね。これは、5減って、E のスピンラッシュ、80から275から195。 これ、リワーク必要だろ。あまりにもトクシックすぎる。まあ、リワークされてもっとトクシックになったこのスカナっていうファッキンゴミがいるんだけど。鳥の目をリワークしたらもっと不快になるのかな。TF。レベルアップごとの攻撃力ナーフ。結構デカめだね。トップ TF、キモいもんな。ミッドで使えるようにしてほしいよね。ウルトがやっぱミッド用だからさ。 6220、6220、AP レーションが若干ダウン。W3070、5070。はい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 。ブルーカードのマナ回復量、50150、70150。AD はマジでカードの色選ばずにパパッと投げるからオートリセットがあるから、それのナーフだね。ちゃんとブルー選ぶんだったら何も変わってない。 で、Q2 がタワーに機能するように修正。だけ <laughs> ブラッド。W の現在体力コストが20%から15%に。減って、バフだね。体力回復量。軽減前のダメージの15%だったのが30%に。体力回復。W で体力回復ってあったっけ増加体力反映率。8 3 8300。増加体力の10%だったのが15%に。 うーん。体力回復量ってな、何これ体力って回復してたのいつ潜ってる時に回復すんのかそれとも、与えたダメージで回復すんのかこれ。W を敵にわーってやってたら回復すんのかな多分それだよね。回復すんの知らなかったんだけど。ヨネ、基礎物理防御上がる。ユーミ、クールダウン12から10、スキルレベルに関わらず10。 いいわシールドかアルティメイトファイナルチャプター命中ごとの体力回復量25から5535から65ドミニク・リガードアイテムのレシピがラストウィスパーアジリティクロークラストウィスパーヌーンクイバーヌーンクイバー正直ゴミだったけどどうなったえまだゴミなのかこれ <laughs> なんか下がってねロングソードアジリティクローク450ロングソードロングソードあービルドパスが良くなったねロングソードアジリティクロークはさすがに罰ゲームすぎねえかレシピ ロングソード、ロングソード、アジリティクロークではあるのか。トータルコースト変更なし。よ、弱くないで、このパチンコ、ダガー600、ダガー、ダガー200、バフだね。スタティックシブ、パチンコレクトリックス1000ゴールド、パチンコレクトリックスピッケル。レシピ1000って高いもんな。ボイドスタッフ、AP プラス10、焼きクソバフ、セリルダ、これもマジで弱い、本当に弱い。 えっと、貫通がベースで5%増えた。o k ケー。ファーストストライクいじって、序盤強すぎたので、そこをナーフ。15から10に。ダメージ増幅量も8から7に。消しちまえよ、これ。何や、これ。ヘクステックドラゴンソウルもさ、なんか11%だし。1%で刻むのやめてくんね。さすがにもう弱くない俺は昔のね、 一気にお金が入る中盤からレッドゲームのあれが好きだったんだけどおすすめのルーンレジェンドヘーストをレジェンド迅速に変えはいアーリのスキンアーリルブランあれアーリのバフはないのかさすがに